軍師ありがとう私かな。なんかさ自分で言うのもあれなんだけど、投票ボールに設定してあるよって言った方がファンの人びっくりしないんじゃないかな。投票ボールにしてある理由は、今日が20歳か21歳のイベントが、最終日で、研究生からはマシモカホがエントリーしているので、そちらに皆さん星投げしていただければ嬉しいです。投票ボールにしてあることによって星投げができないので、そちらに運んでいただけたら嬉しいです。お願いします。ありがとうございます。頑張ろう。イエイ。はい、ありがとう。おにもね、あの一期生さんのね先輩もエントリーしてるので、そちらの応援もお願いします。はい、いいんだ。イケボですか。いいんだよ。やだ。なんて言った。いいんだよ、いいんだよ、いいんだよ。マッシー頑張れっていうコメントが多い。ありがとうございます。しゃべないで、本当にお願い。安藤ガンバ、私に頑張ることあるか。でも、そっち、ちっちゃい。ボールが続けないで。頼む。ねえ、すごい笑い声だよね。頼むから続けないで。耳張り付いてる。もし何も読むコメントが出てたら戻ってきて、何も着やりなさい。ちゃんとやりなさい。バイバイ。こんばんは。まず自己紹介 MC のテーマをひのちゃんに発表してもらいます。はい、今日の自己紹介 MC のテーマは、もし自分が3センチになったら何をするかだそうです。で、はるちゃんが言ってました。わー。え、はい、今日なんで3センチなんですか。3センチになりたいの。いや、なりたいわけじゃないけど、3センチこのくらい。ナナミの耳ぐらい。それ5センチくらいじゃない。ナナミの耳ぐらいです。自分に小さくなったらできることがいっぱいあると思うので。どうしよう。そう、だから皆さんもぜひご想像してみてください。はい、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 ということで、じゃあ何かをしようかな。はい、何かをしようかな。じゃあ、はい、1人ずつ、うん、そのじゃあ3センチじゃなくて、うん、逆に大きくなっちゃったら、うん、3メートル、そう、100メートルとかになっちゃったら、ああ、でかいな。すごく簡潔にまとめて端っこからいきます。100メートルになった。めっちゃめちゃ無理だよ、それ大丈夫。すごい、何、難しいんだけど。じゃあやめまーす。いや、春は？春は100メートルあったら。100メートルあったら？え、私はもう自分の体で100メートル走る。
可愛いな。いくない？いやでも結構時間かかる。確かに。小麦と一体投票ボール。
ね。ありがとう。ありがとうございます。今あれかな、牛田さんの配信中カメラ。ありがとうございます。こんばんは。星はマシュモに投げてあげてください。よろしくお願いします。ありがとう。今日ね、夜ね配信する予定だったんだけど、できないかもしれない、わかんないので、ちょっとやる予定ではあるんですけど、できなかったらごめんなさいって感じです。ありがとう。今夜頑張ってきます。ありがとう。ごめんね、ごめんなさい。本当にできる限りやります。ありがとうございます。また来てください。バイバイ。